我は触れられざる豪気。こんにちは、今回は、最強のイージスデッキ、使っていきたいと思います。で、まあ、今結構ゆったりしたデッキが流行ってて、まあ、それもアグロネクロの衰退によるものなんですが、まあ、かといって超越ウィッチは全く持っていないと。で、このイージスビショップにとってすごい心地のいい環境が揃ってて、もうなんかイージスのために作られた環境のような、そんな感じで、でイージスに関しては出せば勝ちやからで全体除去は入ってるわ、消滅するカードが豊富に入ってるわ、序盤から中盤にかけて守護も非常に多く入ってるわ。もうほんとめんどくさいデッキではあるんですが、まあ相手にしたらめんどくさい、ただ自分が使ってるともう無双状態なんで、もうちょっとそのこのデッキをね、使っていきたいなと、いや思います。はい、まあゴブリンプリンセス入れてるっていうのが、まあ一つ、面白い点で、まあ結構ゴブリンキングとかでこう防がりつつテミス打たれたり消滅打たれたり、なおかつ選択されない裁判所とかも入ってるから非常に強い。勝ちました。超越はクソ、なるほど、超越よりも、もっと地獄のようなデッキを見せてやるかマグロワンプにはまあ裁判所いらないかななんか最近ダブリカードでよくマリガン来ること多いな。まあマリガンに限らずデッキから加えたカードもよく被るんですが、まあ高校やからハゲが欲しいっていうのがやっぱ一番あるよな。さあ1コスは、まあ1コス出したら悠長やな、悠長悠長やな。まあとりあえずハゲが来ること、まずそこやな。まあスネークプリーストはアグロに強いから、まあ3積み必須やな。あ、さあ2コスは、まあ糸雲の女出します。なるほど、まあ、結構ダメージ与えてくるデッキやな。まあでも糸雲自体が攻撃1なんで、まあそこまでこう恐れるフォロワーではないかな。まあブラッドウルとかだと、ちょっとめんどくさいんですが、まあ糸雲のオーナーに関してはこっちから攻める状況場合じゃなかったらそんなにうざいか。悠長やな。なるほど、まあ、ゴブリンプリンセス入れてるのがすごい強いと思うわ。まあ今までのこう、あ、イージス来ましたあ、今までのこうイージスデッキにさらに強化された。結構中盤が5コス6コス7コスあたりが結構弱かったんですが、まあ、それをしっかりカバーできるそれが非常に強いと思うわ。ブラッドル出します。だから結構まずくなってきたっていうのあるな。 2,4,5 で、で次進化で殴られるわけやからできればハゲが欲しいかな。あー、ハゲ来ました。まあこれ偶然じゃなくて必然やからな。あー、たまたま来たんじゃなくて、必然やからあー、ただハゲ来てもちょっとやばい展開までは来てるな。できればゴブリンプリンセスを早めに出して、ゴブリンキングで守りたいっていうのがあるかな。まあ次のターン5コスで、まあ死の武闘プラスインプランサー6コスできたら負けが確定しそうやわまあできればレディアンスエンジェルとか、まあ優秀なカードが来てくれればありがたいんやけどな。まあちょっと押されてしまってるな。やっぱもうちょっと漆黒の法典とか最初に引ける、まあゴブリンプリンセス2枚固まったっていうのが非常に弱いから、悠長やな、それは悠長やわで、サキパス出します。デクラットもし、あ、サキパス進化、なるほどなるほど、サキパス進化か。で2点あたりで7やから、あー、まずいなまずいな。ただ重機が割れて、聖なるか、とりあえずゴブリンプリンセスを出すしかないかな。ゴブリンプリンセス出して、まあゴブリンプリンセス進化していくで2で4やから3やから、普通にデモンストライクもしくは、鋭利な一時があったら負けなんですが、まあそんな運よく、ある確率もないからまだ分からんぞ。これ7しかないけどまだ分からんぞワンチャン次のターン、まあ、こっちが押していけば勝てるし、相手は盤面取らないと負けてしまうから、まあ手札がたった2枚しかないのに、そうダメージを与えるカードがあるかって言ったらさすがにないよな。あ、まあ、これがカードゲームの面白いところで、まあその絶対あると思ってるけどないことのが多いから惜しいなだからそんなライフを下げてしまうと負けてしまうぞあ、勝ちました。
まあ、最初ちょっと手札が悪かったんですが、まあ、アグロワンパイアに、対して、まあ、これほど、手堅く守れたっていうのは強いと思うわ。しかも最初手札悪かったのよな。手札悪いし、先行のアグロワンプにこれだけいけるっていうのは強いと思うわ。っていうかゴブリンキング出せばもうほぼ勝ちやからな。で、そっち攻撃します。しっかり盤面取っていくと。で、そっち取りますと。なるほど、まあ、この時点でもう勝ちなんですが、じゃあおじいさん出す。おじいさん出してでゴブリン進化、まあリタイアするやろ、リタイアするやろ。まあ進化します。だからそういった意味でも結構ゴブリンプリンセスは強くて、横に展開しつつ、まあ、攻撃性も高いから、なんかアグロみたいな感じで、結構ゴブリンプリンセスってアグロに入ってるわけで、結構攻撃性が高くて、なおかつ守備もあるから、こう5コス6コス7コスの動きまでが結構強くなったっていうところで、このデッキ結構、まあ、イージスデッキがちょっと強化されたかな。特に今の環境、ゆったりしたデッキが多いから、まあ、要するに、ベネズエラの毛玉のケアは。ゴブリンブレンカーティナは、まあ、次の環境入りそうやな。なんかいっぱい出てきそうな気がするわ。まあ、フローラルフェンサーみたいな感じで、みんなが入れるカードの代表カードになるのかな。さあ、2戦目の対戦相手はロイヤルかな。小賢しいな。まあ、ネクロも、宝典とかハゲとか、クバツの審判者とか、非常に守りの堅いカードが入ってるので、まあ、これは負けないやろ。まあ、プレミアのイージスに関しては最初来たらお守りみたいな感じで、手札に持ってるだけで勝てる、なんか運が強くなるみたいな。お守りですよ、お守り。漆黒の宝典2枚、こういった動きができるんよ。さあニコスはどう来る。小賢しいな。いやいやいや、小賢しいな。とりあえずまあ銃器出して、でエンシェントレオスピリットは強いな。まあ執行の法廷2枚持ってるのも強いし、まあボーンキマイラ出したらブイーンでいっちゃうか。いやいやいや、小賢しいな。まあこれ買ったわ。アグロネクロは本当やりやすいわ。もうこれ破壊しといて、まあセーラーを願うと。で次のターン進化使えるわけで、まあ、スネークプリーストと漆黒の宝典使えば実質ハゲみたいな動きができるから、でエンシェントレオスピリットを手札に持ってる、もう勝ちやわ。やったいいお前、悠長やな、悠長。ハゲでもいいぞ。レディアンス、レディアンスもいいな。でスネークプリースト出すと、で次のターン銃器割れつつ、エンシェントレオスピリットの猛攻を受けやれるから、まあこれは勝ちやな、さすがに。アグロに対してもすごい消滅カードとかエンシェントレオスピリットで全然、対応できるしな。でドラゴンに対してもイージスで勝てるから、まあ万能やな。あ、万能やわ、絆創膏やわ、絆創膏。進化使います。さ、悠長、悠長すぎると。もうレディアンス進化でもいいな、これは。こうなったらで3コスはやっ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 や。なるほど、何もしない。じゃあこっちもバッコリいくぞ。レディアンス出します。でレディアンスを進化。あー、でまたスネークプリーストが来た。だから1枚1枚のカードがすごい、対策できてるから、これ買ったな。あー、買ったわ。だから、まあ、ゴブリンプリンセスで何を抜いたかっていうのなんですが、教会の守り手っていう3コスのカードがあるんですけど、あれを抜いてゴブリンプリンセスに変えました。まあ結構序盤はスネークプリンセスとか耐えれるんで、悠長やな。悠長悠長。ただアグロネクロで気をつけないといけないことはやっぱりヘクターなんで、ただヘクターですらもテミスの審判を持ってれば全然対応できてしまうっていうのがやっぱこのデッキの強いところやと思うわ。あ、攻撃するの忘れた。あまりにもなんか勝ちが確定しすぎてさ、攻撃するの忘れたわ。これはちょっと叩かれるな。まあいいか、イージス出して相手からリタイアを誘う、それがこのデッキの、コンセプトでもあるから、悠長やな、悠長。しかも進化、あ、でもまあいいか、とりあえずエンシェントレオスピリット出します。で進化を使っていく。いや、応援しましょう。であと2ターンでイージス出せるから、別にこの盤面が、取られたとしても全然 OK なわけで、もうほぼ勝ちやわ。
だからイージス、まあ私の場合はイージスのプレミアにお守りがついてるから、普通のイージスのノーマルやったらお守りはついてないんですが、悠長やな。あ、何体出てくんや。1体、2体で2体そんなことで勝てないぞ。でまあ次、もう銃器も割れるしな、もうすぐで、ソウルコンバージョン打っていくと。ただやっぱヘクタースタッツ高いから除去るのは結構大変やな。アテミスオッケー。とりあえず盤面取っといて、まあ、ハゲプラスグリームニルで耐えときつつ、まあ、次のターンヘウンリーイーストを出していくか。我は触れられざる豪気。あー、まあイージス出せば多分相手リタイアすると思うから、でイージスさえ出せばもうテミスとイージスのこのシナジーを効かしていけば、相手のフォロワーを全て破壊しつつ8点の、攻撃を打てると。だからなんでこのカードをビショップに採用したかっていうのが非常に謎やんな。テミスとさ、イージスのこのシナジーがさ強すぎるんだが。ゲルベロス出します。まあ、ヘクターも強いんやけどな。まあ、ヘクター出すのに7コスやから悠長やな、悠長。あー、耳打ちます。なるほど、盤面取っていくって感じか。ただ次のターンに、イージスが割れちゃうんで、イージスの猛攻に耐えれるかやな。まあ、テミス持ってる時点で勝ちやけどな。まあ、イージスをバッコリ出していく。あ、 ありがたく思った方がいいぞ。イージスのプレミアやからな、これはありがた。まあこれもう取っちゃうわ。あ、もうどうでもいい。イージス破壊は絶対できないし、テミス持ってる時点で、まあ、どんな除去方をしてももう勝ちは確定してるわけで。8点確実フォロワーやからな。あ、いや、早くナーフした方がいいぞ。これ強すぎてちょっと面白くないぞ。出したらもうリタイアやからな。あ、これはちょっと面白くないフォロワーやな。まあ、これのプレミア2枚持ってるからさ、まあ、ナーフされたらそりゃ運営にクレーム言うけどな、そりゃ。あ、無駄無駄、全然痛くないぞ。さすがにイージスプレミア2枚持っといてナーフとかさ発表されたらそりゃ怒るぞ。あ、しかも近日中にさ、もうテミス打ちますか。近日中に、イージスのプレミアが出るまで課金してみたっていう動画も上げてみようかなって思っちゃったりしてるから、やっぱ3枚持ってるっていうのが強すぎるよな、イージスのプレミア。あ、2枚持ってるんやったらもう1枚欲しいっていうのはやっぱあるよな。ただそれやろうとしたら多分100万あっても足りないからな。あー、まあ、もう一回やるか。なんか負ける心配はない。ただちょっと1試合1試合が長いっていうのが難点で、ただ確実に勝てる。あ、要するにメンタルブレイクですわ。メンタルブレイク、メンタルブレイク。あ、その上がマインドブレイクっていうんですが、さあ3戦目の対戦相手は誰か。悠長やな。あ、まあドラゴンに対しても強い。あ、でアグロネクロに対しても強い。まあ、要するに万能なんですわ、万能。あ、オッケーオッケー。テミスも大きいしな。でウロボロスが来たとしても、まあ、漆黒の方程持ってればなんとかなるから、まあ、全然戦っていけると。まあ、ウロボロス自体も最近ドラゴンに採用されてないけどな。1コスは、まあ、フェイスドラゴンとか結構火力が高いデッキであれば結構怖いんですが、まあ、力比べ来たから、8コスで力比べ出してイージス出すっていう動きが強そうやな、悠長。でもドラゴンって一気にバッコリ来るから、そこだけ気をつけていかなあかんな。あ、ただ強いと思うぞこのデッキ。あ、なんか負ける要素がないやんだって。あ、さあ4コスは、おかしいな。なるほど、まあ、あ、重機か、まあ、重機置いとくか。あ、まあ、テミスも持ってるしな、あ、全然 OK やわ。で2点入ったごときレディアンスで回収すればいいから、まあ、次のターンスネークプリスト進化プラス、あ、漆黒の方天していけばいいしな。方天か、とりあえずスネークプリスト出して、で進化を使っていく。あ、まあ、方天プラススネークプリストの動きであればハゲみたいにこう相手の今の状況ハゲやったら無理やからな、こういう動きができるっていうのが強いわ。だから個人的には漆黒の方天3積みは必須かなと思います。さあ6コスはどう来るか。まあ2点減ってるけどレディアンスで回収できるしな。
でもばっこりジェネシスとか、ゼウスとか、まあいったのが来た時にどう対応していくのかっていうところが重要になってくるかな。まあ、結構いい動きしてるな相手、先行でたくさん引いて、リュウミコ出して、でしっかり覚醒状態できてるんで、悠長やな悠長やな、そんな進化してもしゃあないのにな悠長やな。まあ、重機割れます。あ、エンシェントレオスピリットか、2で5やからとりあえずどうしようかな、4、5、6やから、まあ、トラさん進化するか、トラさん、いやレディアンスでもいいかな、レディアンスし、いやまあこっち進化かあ、まあ、どうでもいいわ、あ適当にやっても勝てるしな。まあ、これは打ち取って、でこれも打ち取るか、でレディアンス出しとくか、一応イージス来てほしいんで、まあ、できるだけデッキを圧縮してあ、まあ、20点あれば全然こう余裕を持って戦っていける範囲ではあるから、まあ、長期戦には全然強いしな。まあ、イージスが来るか来ないかなんですが、まあ、9コスまでには来るやろ。オーディエン、いやオーディンか、珍しいフォロワー入れとるな。なるほどなるほど。裁判所か、まあ、裁判所出してで攻撃するとで進化権は無駄に使わない、そこがやっぱ重要やな。いくら相手が、負けそうであっても手加減したらあかんからな。あ、万全なる、体勢で戦っていかないとなノーダメージノーライフやわ。ブレイジングブレス、サラマンダーかな。あー、灼熱の嵐シルベがなくて、あー面白いな。スネークプリスト、とりあえずスネークプリストと、ハゲでも出しておいて、まあ、そろそろいい続きそうやな。でデッキが27枚、あーさあ10個差どうくるか。まあ、力比べあるから次のターンイージス来れば力比べとイージスのコンボでもうほぼ勝ちが確定するんですが、まあテミスを持ってるっていうのが強すぎるよなやっぱりいざとなった時のテミス、あ6コスで打てるっていうな。あマハムートを出します。まあ、これに関してはもうテミスで、対応するしかないのか。イージス来ましたイージス来ました、はい、もう勝ちましたあでも次のターンバハムートもう一体出してこればちょっとわからんぞまだ、まあ、素出し、あジェネシス、あ進化かな、あ進化する、えっていうかこれイージスがさ突破できないんだが、あ やばないこれ。せいなお願い、あこれちょっとどうしようかな、力比べプラ焦らないことが重要やから、3、6、10、やばないこれえ、負けたんちゃうこれ、え、っていうか普通に負けたかもしれんこれ。力比べ出して守りたいっていうのはあるんですが、相打ちになったらどうせ顔狙われてしまうと。かといってイージス出してもしょうがないよなこれ、いややばいぞこれ今のプレミアのイージス引いてれば何度かいけたな気がするな。次のターン失踪で負けたよな、普通に2点ぐらいだったらウロボロスでもリーサルやから、あこれがイージスの回答策か。やっぱ失踪ドラゴンであればこうイージスに対抗できるんじゃないか、やっぱああなるほどな、あそういうことか、なるほどなるほど。まあ失踪ドラゴンであれば特にジェネシスドラゴンに進化権使っていればイージスに対応できるな、賢いな。なるほど、まあイージスの回答策がちょっと見えたような気がするわ。まあ面白いな、やっぱジェネシス強いわ。体力が10やったらな、あのイージスと相打ちになって相手だけ破壊されてまだまだいけたんですが、11っていうのがちょっといやらしいな。